はい、ずっと歩いて、実はここはなんと嘉手納基地です。嘉手納基地境界線、ここから先が嘉手納基地のようです。入っちゃいましょう。入っちゃいました。あ、これからの門より向こうが嘉手納基地のようです。皆さん車でいっぱい出入りされてますが、嘉手納エアベース、もちろんこの先私は入れませんので、ここまでですかね。この先中に入るとオスプレイとかジェット機とか、戦闘機あるんですかね。いっぱい入って出入りしてます。はい、嘉手納基地からまっすぐ出てきた通りですけど、タトゥースタジオとかね、今日は閉まってますけど、やっぱりアメリカンなお店がずっとあります。ここは何屋さんでしょう。今日は閉まってるようですが、なんかこうバー、ラウンジバー、次は居酒屋さん、ずっと反対側にもアメリカンチックなお店が並んでおられます。カフェオーシャン、それではちょっとコザの商店街に入ってみましょう。FM コザさん、FM コザさん、ああ、何か放送されておられますね。ちょっとだけすみません。聞こえておりますが、あ、ピアノラウンジ、ソワージュ。こちらにはピアノラウンジがあります。今日はあれだから、だいたい休みなのかな。だいたいの店が閉まってますね。このピアノラウンジさん、ピアノラウンジさん、向かいには琉球民謡ライブハウス、琉球民謡というお店があったりもしますね。琉球民謡さん、今日は閉まってます。はい、ずっと行ってみましょう。キャリアガッツンさん、リストロ、リストロって書いてますね。これはリストロ、料理屋さんです。料理屋さん、立ち飲み屋さん、大衆劇場、大衆劇場とかで、足立屋さん、足立屋さんです。外で、皆さん外で食べられています。はい、こちらのお店はヒアイットイズ、ヒアイットイズさん、カフェ、カフェですね、カフェ、こんな感じです。はい、こちらの通りもだいたい閉まってますね。酒どころ青森とか、こちらはスポーツ居酒屋さんですね。ラーメン屋さんがあります。中華ラーメン、北京亭さん、ちょっと商店街になってますが、ここは何でしょう、ダンスの練習してますね。お子さんがダンスの練習してます。
あ、那覇そば、那覇そばの店とかもありますけど、こちらの筋もかきらば、かきらばさん現だけ明るく営業しておられます。ここは中野町中通り、まあ、M さん。この横はブラックバード、あ、ジャズって書いてます。ジャズバーみたいですね。閉まってますけど、ここは明るいんですけど閉まってます。ここはヘルメス線ミュージック&アニメって書いてますね。どんな店かちょっと分かりませんが、お店はいっぱいあるんですけど、だいたい閉まってます。こちらはもんじゃ焼き、もんじゃ焼きがありますね。もんじゃ焼き、鉄板ダイニング、もんじゃ焼き屋さんみたいですね。ダークソースですけども、あ、スナック街でしょうかね。ここにもちょっとギラギラした感じのスナック街があります。もう随分暗くなってきましたが、ここはカラオケ、ダーツ、カラオケバーとかありますね。でも全部閉まってます。あ、こちらにもカラオケ、こちらにカラオケ店武蔵さんが見えます。ここは営業しているようですが、居酒屋も兼ねてるようですね。その隣が侍琉球ロバタ、あ、ここ良さそうなお店ですけど、侍琉球ロバタ侍さんです。ここは開いてますね。街へと消えてゆく、あ、よいしょ。